はいどうもこんにちは、ムカコウです、今回ですね、ジェットストリームの、ピュアモルトというものを買ってみました。ちなみにですね、これはあの4色のボールペンと、1プラスシャーペンとなっております。はい、ですね、まあ、まずね、こちらを開封する前にですね、まあ、僕はですね、まあ、結構ジェットストリーム、まあ、長年でもないんですけど、まあ、結構ね使ってるのでね、まあ、僕のジェットストリームコレクションをちょっと紹介していきたいと思います。はい、まずね、僕がジェットストリームを使い始めるきっかけとなったペンですね、それがこちらですね、まあ、これノベルティなんですけども、まあ、ちなみにノベルティというのはですね、まあ、企業さんからのもらい物ですね、まあ、企業さんが、まあ、その企業に、ね、興味を持ってもらうために何かもので注意を引くというものですかね、まあ、簡単に言うと、なんでパンフレットと一緒に文房具を、まあ、与えるという感じのものです。はい、でですね、まあ、最初にもらったのがこのジェットストリームですね。はい、これはもう3年以上使ってるんですけども、まあ、もちろんね、こう、まあ、シャーペンとしてね結構使ってたりもするんで、まあ、この辺塗装が剥げたりとか、まあ、あとはですね、まあ、使用頻度の高い、まあ、赤と黒ですね、まあ、この辺をねやっぱりこうやってまあやっぱりまあよく使うので、やっぱりこの辺の塗装が剥げてたりという形もあります。まあ、決してね、塗装がね、甘いというわけではないんですよ。もうね、使用頻度がやっぱり桁外れなので、まあ、そういうのは仕方ないですかね。はい。まあ、1本目がこれというわけです。はい。で、2本目は、ちょっとまあ、ジェットストリームをね、初めて使って、もう本当にいいペンだなと思ったんで、まあ、自腹切ってね、購入したのがこちらです。はい。ブルーですね。まあ、こちらまだ新しいんで1年も経ってないんですけども、あれれ、クリップが折れてるじゃないかっていうことなんですけども、まあ、最近クリップを折ってしまったんですね。つい物に引っ掛けてしまって、もう大変ショックでですね、まだこのなんだろうな、買ってからもう剥がすことのできない、僕新品のもののフィルムとかそういうの剥がすのがちょっと苦手なんですけども、まあ、例えばね、車の新車の、まあ、シートにある何カバーみたいな、ビニールのカバーみたいなとか、まあ、なんか液晶のなんかフィルムとか、あと新居のあのドアノブのところにあるなんかフィルムとか、まあ、そういうの剥がせない人なんですね。はい、まあ、そういうことでね、まだこれも全然剥がしてないんですけど、剥がす前にここを破損したっていう、ちょっとクリップの耐久度が、ね、ないかなって感じがしました。はい、でもね、ジェットストリーム大変好きなんで、まあ、ちょっとね、どうしようかなって考えた矢先に、まあ、ちょっとね、またノベルティとしてね、企業さんからいただいたのがこの2本になります。まあ、色温度の関係で、これちょっとイエローっぽい感じがするんですけども、これ、まあ、公式で見ていただければいいんですけども、まあ、黄緑ですね、黄緑カラーとなっております。決してゴールドではないですよ。はい、で、こちらもブラックですね。はい、こんな感じです。でまあね、今のところ4本、まあジェットストリーム持ってるよっていうところで、まあなんで4本もジェットストリーム持ってるのにまた新しいの買うのっていう、まあ、ことなんですけども、まあ、ジェットストリーム、まあこれだけいいペンなんですよ。まあ、これ定価で、まあ、1000円なんですけども、お店によりね、まあ、それぞれ値段違うと思うんですけども、まあ、Amazon だと、まあ、700円とかその辺で買えるのかな。でこの、まあディテールと、まあ、このクオリティですよ。でまあ、これ人気なんですね、やっぱりジェットストリーム。やっぱ4色プラスシャープペンがついてるっていうのはかなりその汎用ができてですね、まあまあ、これ1本ねバッグに入れとけば、まあ、ほとんどのことはこなせるんですよ。やっぱりそうなんで、やっぱり社会人の人からやっぱり大学生高校生、まあやっぱりみんな持ってる人多いんですよね。でやっぱり右を見ればね、まあ、ジェットストリーム使ってたりとか、後ろ見たらジェットストリームとかね、まあ、石を投げればジェットストリームに当たるって言っても過言じゃないほど、まあ、過言じゃないほどね、まあ、ジェットストリームってもうそこら中にあるんですよ。はい、で、まあ、そんな時にやっぱりね、そのみんなと同じ文房具っていうのはね、まあ、僕はねあんまり好きじゃないんですよね。ちょっと違ったものがまあ手にしたいっていうので、まあ、今回ね、まあ、ピュアモルト、まあ、普通の人ねあんま持ってなさそうだったので、今回ね、ピュアモルトを買ってみました。じゃあね、本題のピュアモルトの方をね開けていきたいと思います。はい、まあね、箱に入ってるんでね、まあちょっとね普通のまあ
ジェットストリームよりはね、やっぱり値段がね高いっていう感じになってくるんですけども、はい、こんな感じですね。じゃあね、ちょっとこれ開けてみましょう。はい、じゃあこれもね取ってと。あ、ちなみにですね、定価、こちらの定価はですね、まあ、2000円ですね。はい、Amazon さんではねもうちょっと安く買うことができます。まあ、だいたい1200円ちょっとぐらいで買えますね。はい、じゃあね、ちょっと細かいところをね見ていきますかね。お、その前に、その画面の前の皆さん、ピュアモルトとは何ぞやって思った人いると思うんですね。はい、じゃあね、ピュアモルトについてちょっと説明していきましょう。はい、ピュアモルトというのはね、はい、ピュアモルトというのは樹齢100年プラス熟成50年というわけで、まあこれはね、ウイスキーの樽材として使われた樹齢100年以上のオーク材を、まあ、50年にわたりじっくり原酒を、ね、熟成させ、自らも風合い豊かに成熟したその材を、まあ、丁寧に、ね、削り出してナチュラルな一本の軸に仕上げましたというふうに書いてありますけども、まあ、ウイスキーのね、まあ、樽に使われた、まあ、木材をね軸に使っているというわけです。でもちろんね、本物の木なので、まあ、手にしっくりとね、馴染む木の優しい質感とぬくもりは使い込むほどに、まあ、味わい深さを増していきます。はい、で特にね、まあ、厳選された材を使用し、金属表層の質感や重量バランスと細部の仕上げまで気を配ったこだわりの一品です。というわけでね、まあ、かなりね気を配ってるっていうのはね、まあ、見た目で感じられるんですけども、まあ、やっぱりねここでね、まあ、やっぱりこのペンがただのピュアモルトではなくて、もちろんねジェットストリームなのでね、癖になる滑らかな書き味というわけで、まあ、これはねもうジェットストリームをもう使った人はねもう手放せないですよね。うん、まあね、これがね、まあ、本体なんですけども、まあ、ノーマルの、ね、ジェットストリームに比べてね、やっぱり高級感増してるかなって感じますね。はい、まあね、あの高級の、ね、多色ボールペンっていうと、やっぱりラミ2000とかがね、やっぱり、まあ、例として出されるんですけども、あれはね、6000円とかしますよね。で、まあ、振り子式っていうね、まあ、ちょっと普通のボールペンと変わった方式で、まあ、マシンをね、押し出すんですけども、まあ、こちらね、普通のやつなんですけどもね、ラミ2000は6000円っていうのはちょっと高いですよね。実際あれドイツのメーカーなんで、やっぱりその向こうのインクっていうのは粘りがかなり強いんですね。なんでちょっとまあ書きにくいっていうのがありまして、結局ラミ2000外側なんだけども、中身はジェットストリームのインクを使ってるよっていう人がやっぱり多いんですね。うん、僕はそこがねちょっとまあラミね、まあどうなのかな、あの値段でっていうのがあるんで、今回ねちょっとまあこの、まあ、ほぼほぼラミと対抗できるんじゃないかっていうぐらいの、まあ程よい高級感の、まあ、ピュアモルト、まあこれね実際はもう1200円ぐらいで買えるんで全然いいと思います。はい、でもやっぱりねジェットストリームずっと使ってきた身なんで、もうこの良さはもうやっぱりもう分かってるのでね、今回も失敗ない買い物っていうんですかね、そんな感じで、今回ねピュアモルト買ってみました。はい、こんな感じでね、ちょっとまあこんな感じになってるんですけども、ちょっとねあの現行のあの普通のまあピュアモルトじゃなくてジェットストリームとね比べてみましょう。まあちょっとこっちね黒なんで、こっちもね黒でちょっと見比べてみますかね。はい、もうパッと見でね、まあ、分かるところ2点あるんですけども、まあ、クリップですね、まあ、クリップがまあやっぱり多分形状は同じなんですけども、まあ、こっちはジェットストリームの、まあ、刻印が入ってるんですけども、こっちは刻印なしで、さらにねあのツヤありブラックの塗装がしてありますね。はい、でちょっとまあお尻の方を見てみますかね。お尻の方の、ね、形状も若干違いますね。まあ、この蓋の、ね、形がちょっと違うんですね。まあ、こっちはねちょっとここにね溝があってる感じで、まあ、こっちはねこう出っ張りがある感じで、まあ、こっちもねこっちで取りやすくはなってるんですけども、ピュアモルトの方もやっぱり指が引っかかるようになってるんですかね。はい、こんな感じです。はい、クリップは紹介したので、次真ん中ですね、中央部分、まあね、ここにはピュアモルトと、まあ、文字が入ってるんですけども、これ刻印じゃなくてね、まあ、塗装なので、まあ、もしかしたらね消えてしまう可能性もあるかもしれません。はい、でここリングですね、まあ、リングはこっちは銀色で、こっちはもうブラックですね、ツヤありので、グリップはこっちは、ゴムですね、ラバータイプになってます。でもそんなになんだろうな、まあ、ドクターグリップの、ね、柔らかさはなくて、もう普通に硬いですね。はい、
でこっちは木軸なのでもちろんあの柔らかいっていうことはないんですけども、やっぱり木のぬくもりっていうのをね、まあ、感じられる、肌で感じることができるのかなって感じがします。はい。で口金ですね。口金もちょっと形状が違いますね。色もまあ違うんですけども、まあ、ちょっとねここまっすぐになってて、それからテーパーがかかってるって感じなんですけども、こっちは、ね、滑らかな曲線が元からかかってるって感じで、こっちもツヤ消しブラックですね。基本的にもうブラックを基調としたデザインで、まあここにね、まあまあオーク材をね使っているというわけで、まあ、やっぱりそのまあ同じ黒のジェットストリームですけども、まあ高級感はやっぱ全然違うかなって感じられますよね。はい。まあね、大体外観はねこんな感じで紹介してみました。はい。じゃあね次はですね、まあ実際ちょっとね、まあ、書いてみましょうって言っても、まあ、ジェットストリームの良さはね皆さん分かってると思うので、まあ、軽く、まあ、ちょっとねサラサラっとね見ていきましょう。じゃあ3ページからいきます。これはやっぱりねジェットストリームにしかないんですよね。多分この滑らかさは本当に一度使ったらもうね病みつきになりますね。うん。はい。というわけでですね、まあ、今回はジェットストリームの、ピュアモルトの方の紹介でした。最後までね見ていただきありがとうございました。ではねまた会いましょう。バイバーイ。ご清聴ありがとうございました。